第3代リッチモンド公爵チャールズ・レノックスは、イギリスの政治家、陸軍軍人、外交官、貴族。第2代リッチモンド公爵チャールズ・レノックスの子。陸軍軍人として、経歴を積んだ後、保育党ロッキンガム公爵派に属する、革新派の政治家として活躍した。後年には、トーリー党の政治家となり、ショーピット内閣に入閣していた。 軍人としての最終階級は陸軍元水。社位を継承する1750年まではマーチ伯爵の儀礼称号で称された。1758年、ジョシュア・レノルズが1735年2月22日に第2代リッチモンド公爵チャールズ・レノックスとその妻ラの間の三男として生まれた。兄二人は創生したため、着男としての出生だった。 ウェストミンスタースクールとライデン大学で学び、1750年8月には父の死により第3代リッチモンド公爵位を継承した。1752年3月に第2不評連隊の将位として入隊。1753年6月18日には第20不評連隊の隊位に昇進。1755年12月11日には王立協会フェローとなる。 1756年6月7日に、第33不評連隊の中佐に昇進。弟のジョージ・レノックス卿が、第33不評連隊の指揮官を務めていた間、その第二大隊、ついでそれが解組された第72不評連隊に、所属した。1758年5月には、第72連隊の名誉連隊長に就任した。 1758年8月には7年戦争のシェルブール上陸作戦に参戦。フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルの副官となり、1759年8月には民伝の戦いに参加した。1761年3月9日に少々に昇進したが、1763年には7年戦争が終結し、第72不評連隊を解散させた。 1763年10月18日には、サセックス党官に任じられた1765年に、パリに派遣され、中フランス大使に就任するとともに、数密顧問官に列した。ついで1766年中には、ロッキンガムホイックの内閣に、南部国務大臣として入閣した。1770年4月30日には、中将に、昇進した。 ロッキンガムホイックとして革新的思想の持ち主であった。アメリカ独立戦争をめぐってはアメリカ植民地側を強く支持し、特に1778年以降はイギリス軍をアメリカから撤兵させるべきと主張した。また、アイルランド問題でも心の統一を主張してアイルランドへの情報を主張した。1779年には王室費の無駄遣いを追求するとと,ともに、 その削減を訴えて国王ジョージ三世から煙たがられた。さらに1780年には腐敗選挙区の削減を求める選挙法改正を主張した。1782年3月から1783年4月にかけて第26金ガム公釈内閣とシェルバーン白尺内閣で補給庁長,長官を務めた。その間の1782年4月17日には ガーター勲章ナイトに除され、ついで1782年11月20日には大将に昇進した。1784年1月には、ショーピット内閣に再び補給庁長官として入閣した。以降、通り的立場に転じ、廃墟者と批判された。トマス・ハーディとジョン・ホーオン・トークがその政治改革の出版物によって反逆罪に問われた。 最の1795年2月に解任された。1795年7月18日には、王立この駅兵連隊の名誉連隊長に就任。1796年7月30日には、陸軍元帥に昇進した。1806年12月29日に、グッドウッドハウスで死去した。男子がなかったため、借位は老いにあたるチャールズ・レノックスが継承した。 1750年8月8日の父、チャールズ・レノックスの死により、以下の借位を継承した。第3代、アリス・バーリー伯爵、第4代エルギン伯爵チャールズ・ブルースの娘、メアリーと結婚し、彼女との間に娘を一人儲けた。ありがとうございます。